泣かせる船出じゃねえかよ。私も想像しただけで目頭が熱くなります。私目頭なんてないんですけども。一方その頃、俺はメリーを盗んで姿を消した波の行方を追っていた。で、決死の探索の末にアーロン一味のアジトを突き止めたんだ。アーロンって誰だ？ナミさんを騙してやがったクソ一味の魚野郎だ。アーロンはイーストブルーを支配しようと企んでいた。それは恐ろしいやつだった。だが俺はナミを解放するためにそいつらのアジトに果敢に乗り込んだんだ。そして凶暴な巨人の群れをバッタバッタと投げ飛ばし。すげー。海賊専門の泥棒ナミ。戦争孤児だった彼女はイーストブルーのココヤシ村で養母ベルメールの手によって大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常が一変する。魚人海賊団のリーダーアーロンは村人たちに上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放してやるという約束のもと、アーロン一味の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった一回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン！おう、どうした？我らが有能なる航海士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？ん？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私のお金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。おう。
蹴りがささやかかどうか試してみるか、魚マン。
俺たちじゃ巨人には。な、気にすんなよ。愛しきナミさんのためだ。ナミ、これはどういうことだ。俺たちを裏切りやがったな。ナミさんが危ない。レディーの危機は見過ごせないぜ。おい、ちょっと待て、魚野郎ども。おい、てめえ何者だ。俺の名は勇敢な海の戦士、キャプテンウソップ。人は俺を恐れ、ウソップ大魔王と呼ぶ。小三四郎には8000人の部下がいる。何？てめえなわけあるか。てめえは俺たちが始末してやる。ビビってね。シッシッシッ、ぶっ飛ばしてやった。みんなやられたか。行くぞ行くぞ。ぶっ飛ばすから、メラは邪魔すんな。バカ野郎、お前らなんかアーロンさんが相手にするか。今同胞たちをやっちまえ。じゃあこういうゲームはどうだ。助から戦いに集中しろ。Yeah!
恐ろしい真似を。戦いに集中しろ。待て、やっと見つけたぜ。お前の相手は俺だ、カコスケ。俺様を六刀流の八と知っているのか。三刀流奥義三千一撃。ニューエイアコハチプラ。人間の剣心じゃ絶対に俺に勝てないんだからな。普通に考えてみろよ。刀三本のお前が刀六本の俺にかなうわけねえ。三刀流奥義三千一撃。これだけは言っとくわな、タコ。俺の命は死神でも取れねえぞ。アーロンさんが出るまでもねえ。ニコロのアゾロ、貴様はここでくたばれ。いや、もう状況は変わってんだ。お前らが俺たちを潰してんじゃねえ。俺たちがお前らを潰してんだ。悪いが、てめえは眼中にねえ。出しゃばった下等種族の末路を教えてやる。これでザクは片付いただろう。キャプテン、あとは任せたぜ。足の肩に足の小指をぶつけた。
みんな戦うんだ。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえはなんだ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体血の豪快死を泣かすなよ。ゴムゴムのライフル。一人で海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か。剣術を使えねえ、豪快術もねえ、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。そんなプライドもクソもねえてめえが、一戦の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。さあ、妥当な人間が。探したくて、ナミほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることがナミの幸せなのさ。ナミがいりゃ世界は俺の帝国となる。
てめえにこれほど効率よくあの女を使うか。使う？お前、あいつを何だと思ってる？海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。この人間が巨人の俺に何をした？加藤氏だから優秀な測量士、飯だって与える、好きな服も買ってやる。ただ改造を書き続ければそれでいい。俺たちは仲間なんだよ。かったけど、やっとみんな自由になれた。うっしっしっしっ。